アッシリアによるエラム攻略戦は、新アッシリア帝国によって行われたペルシア西部のエラムの攻略戦。最終的にエラムは、紀元前639年に再起不能となるほどの破壊を受けた。エラムとアッシリアの紛争は、最初に記録された紀元前721年の紛争以前から長く続いていた。それまでの何世紀もの間、エラムは、 バビロニアの政治に介入していた。バビロンを自らの勢力圏とみなしたアッシリアとエラムは必然的に対立関係にあった。紀元前721年、バビロニアはアッシリアに反旗を翻し、エラム軍がそれを支援しようとした。この出来事に続いてアッシリアとエラムは何度も衝突した。紀元前717年はティグリス川で、紀元前694年は エラム沿岸部への上陸作戦で、紀元前693年のディアーラガーの戦いとデールの戦い。ほとんどの場合、これらの戦いは出血ばかりが多く、決定的な結果は生まなかった。しかし、アッシリアはほとんどの局面で優位に立っていたと見られる。これは、エラムがメソポタミアの領域内に勢力を拡大できなかったことにより明らかである。 紀元前655年のバビロンへの攻撃が失敗した後、エラムの衰えが明らかになった。スーサ平原で行われた、ウライの戦いで、アッシリア軍は強力なエラム軍の陣地を攻撃した。エラムは大きな損害を受け、エラム王のテウマグは戦闘中に文字通り首を取られた。別のバビロニアの反乱が発生したことで、アッシリア軍はさらなる進行を断念して撤退したが、 アッシュルバニッパルにとってはエラムは優先度の高い攻撃目標のままだった。紀元前648年、エラムの都市数差は完全に破壊された。これは来たるべき惨事の前兆だった。紀元前639年、アッシリアはその全陸軍をもって西方からエラムを破壊した。これは誰も成し得なかった戦果であり、アッシリアの成し遂げた最後の そして最も輝かしい征服であり、復讐戦だった。当時のエラムは、アッシリアの攻撃以外にも数々の困難に直面していた。北部国境はペルシア人によって脅かされていた。内乱も起きていた。紀元前639年の遠征は、過去数世紀にわたるエラムによるメソポタミアへの侵攻に対する復讐と位置づけられ、アッシュールバニッパルはそれを誇りとし 記録させた。1ヶ月と25日の皇帝にわたり、私はエラムの諸州を荒廃させた。塩とサイルーをそれらの地に撒いた。スーサ、マダクトゥ、ハルテマシュその他の都市のゴミを、私は集め、アッシリアへと持ち帰った。人々の騒音、牛と羊の足音、歓喜の叫び声を、私はこれらの地から追い払った。野生のロバ、ガゼル、平原の、 あらゆる種類の獣をまるで家にいるかのように私は横たえさせた。アッシュール・バニッパル・エラムの破壊はアッシリアの帝国の終焉にもつながった。長年の戦争によってアッシリアの戦争能力も蝕まれていた。エラムが滅んでから34年後、アッシリアもまた中東の独立した政治主体としての地位を永久に失った。ウライの戦いのレリーフ、大英博物館所蔵。 ありがとうございます。